1927年頃の仙台市及び近郊。地図の中央右の30番が歩兵第4連隊 A で、現在は龍岡公園。第2師団司令部は地図の中央左の仙台上二の丸にあり、周辺にも陸軍の施設が集中した。不評第4連隊は第日本帝国陸軍の連隊の一つで、1875年から1945年まであった。 宮城県仙台市の竜岡に栄章を置いた。現在の宮城の区、竜岡公園である。仙台城には1871年から東北賃台が置かれていた。これが1873年に全国6賃台の一つとしての仙台賃台に改祖したとき、従来の2番大隊に変えて不評連帯を置くことになった。1874年に、つつじがに、 不評映が建てられ、仙台城から二番大隊が一転した。続いて1875年に、不評第四連隊が発足した。近代司令部が仙台城、連隊が筒子が丘、と場所を分けたのは、仙台城の地形に理由がある。仙台城は前を広瀬川、背後を山による要害だが、川の氾濫時に交通途絶し、部隊が出動できなくなる恐れがあった。そのため、 川を隔てて街道に近い筒子が丘に連帯を置いたのである。第二次世界大戦の後、陸軍の解体に伴って復員した。弊社は終戦後に新中軍が利用し、その後東北管区警察学校となっていたが、龍岡公園の整備計画に合わせ一棟を外観を復元して現在の場所に移築した。建物は仙台市歴史民族資料館として公開されている。 また、宮城県内に現存する最古の技用風建築であり、仙台市の指定文化財となっている。ありがとうございます。